はい、皆さん、こんにちは。27日の月曜日になりました。また新しいね、一週間が始まって、まあ朝ね、ちょっと株式市場のね、様子を覗いたんですけど、私のね、その塩漬け株はね、上がりも下がりもせずね、まあ日経の下落にも耐えて、まあ、そんなに下げてないっていうのはね、評価できるんですけども、まあ、つまらないね、動きで、掲示板ではね、アンメルツと呼ばれてます。で、今日のね、昼ご飯なんですけど、セブンイレブンでね、買ってきてもらった、ラザニア？なんだろう。夏野菜の豆ミネストローネ風グラタンですね。トマトはね、すごい、体に良さそうですね。で、これね、自宅で採れたね、バジル。これを、トッピングしてね、いただこうと思います。こんな感じでね。まあ、マルゲリータ風ですよ。はい。今日はね、まあ、連休だったじゃないですか。なので、連休中とか連休少し前にね、売れた植物がいくつもあったんですけども、ちょっと、植物郵便がね、休みで配送できないので、今日ね、まとめてね、4件ぐらい送りました。あとね、2件ぐらいね、今週もうすでに発送が確定してるんですけども、まあ、ちょっとね、雨がね、続いて、ポットがね、水含んで重くなりすぎてて、送料かさむんで、少し今乾かしてたりですとか、あとまだね、オークション自体が終了してなくて、入札があるものとか、あったりするんで、まあ、何件かはね、今週中にまた、自宅のね、植物が、売れそうです。はい。というわけで、ミネストローネ風グラタンですか？いただきます。せっかくなんでね、バジルと一緒に。はい。この自宅のバジルがね、これ乗せられるってこれ贅沢ですよね。美味しい。別の会社さんになっちゃいますけど、ピザーラさんってうちの、まあ、近くにあるんですよ。むしろ宅配ピザ、うちの県内にはピザーラしかなくて。で、あそこのマルゲリータは、バジルがものすごく少ないんですね。で、また別の会社になりますけど、サイゼリアっていう、まあ、イタリアンファミリーレストランがあるんですけど、あそこのマルゲリータにはバジルが乗ってないのにもかかわらず、マルゲリータって歌ってるんですよ。マルゲリータっていうのはイタリアの国旗をイメージして作ってるので、赤白緑の3色がないと成り立たないと思うんで、あれは詐欺じゃないかってずっと思ってるんですけどね、私は。なので、まあ、こういう風にね、味気ないね、真っ赤っかの、ラザニアに緑がね、添えられるっていうのはね、本当にまあ自宅でバジルをね、栽培して贅沢なことだと思います。